皆さんこんにちは。認定 NPO 法人テラルネッサンスの藤森と申します。今日はですね、テラルネッサンスが初めて企業版ふるさと納税というものをスタートさせましたので、そちらの紹介をしたいと思いまして、始めました。今日はですね、その企業版ふるさと納税の説明をするということで、伊藤税理士にお越しいただきまして、企業版ふるさと納税とは一体どういう仕組みなのか、また企業版ふるさと納税のメリットや注意点などを、お話しいただきたいと思います。またですね、じゃあ企業版ふるさと納税 そのふるさと納税を活用して、こちら佐賀県の取り組みになるんですけれども、一体どういったことを、するのかというところに関しまして、弊会創設者である鬼丸から、このプロジェクトの説明をさせていただきたいと思います。まずですね、簡単になんですけれども、ちょっとテラルネッサンスの活動のご紹介させていただいた後にですね、伊藤税理士から、企業版ふるさと納税の、紹介をさせていただきたいというふうに思っています。私たち認定 NPO 法人テラルネッサンスは2001年に、京都で生まれた NPO 法人です。世界今、アフリカはコンゴ、ウガンダ、ブルンジ、アジアはラオス、カンボジア、そしてここ日本でですね、地雷、小型武器、子ども兵、そして平和教育といった課題に対してさまざまな支援活動を行っている団体です。日本の中でですね、実は佐賀県というところにも事務所を持っているんですけれども、こちらの佐賀県がですね、佐賀県内にある CSO、NPO や NGO といったそういった市民活動をしている団体に対してふるさと納税を活用した寄付をできるというような仕組みを持っておりまして、私たちテラルネッサンスもそこ佐賀県で事務所を持ちまして、佐賀県内での講演活動や啓発活動、そしてふるさと納税を活用した国際協力活動を実施しております。今回ですね、その佐賀県でですね、新しく企業版ふるさと納税というものが始まりまして、でこの企業版ふるさと納税を活用いただくと、アフリカやアジアといった、途上国への支援につながることができるというような仕組みが始まりました。ぜひ皆さんにご参加いただきたくてですね、本日はこういった説明の場を設けさせていただきました。それでは、今から伊藤税理士にですね、企業版ふるさと納税につきましてご説明いただきたいというふうに思います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは、私の方からはですね、企業版ふるさと納税ということで、記者の税金が社会貢献支援にというテーマで、企業版ふるさと納税の簡単な解説をさせていただきます。私は税理士をしております伊藤啓太と申します。よろしくお願いします。まず最初に目次ですね、企業版ふるさと納税とはと、そして企業版ふるさと納税のメリット、企業版ふるさと納税の注意点、そして最後にまとめということで、ご解説をしていきたいと思います。まずはじめに企業版ふるさと納税とはということで、これは地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対する企業がした寄付について、法人税とか税金が、税額控除される仕組みになっております。で、下に今映ってますこの活用の流れというものを見ていただきますと、まず丸最初1番で、地方公共団体が地方版の総合戦略を策定をして、その次に2番として1の地方版総合戦略をもとに地方公共団体が地方再生計画を作成をして、内閣府がその計画の認定を3番でしまして、そういった認められたものに対して私たち企業がですね、4番その寄付をすると、そのした寄付が納める、国税とか企業が所在する、自治体の法人住民税や法人事業税が税額控除されるという仕組みになります。じゃあ具体的に普通の寄付とどう違うのっていうことなんですけれども、令和2年度から大きくこの企業版ふるさと納税の大幅な見直しが行われました。こちらのスライドに映っていますように、通常の寄付ですと寄付が指定されたものであれば、損金算入ということで
経費になりますので約3割損金にはなるんですけど、3割税金が安くなるんですけれども、今現行で動いたのがその税額控除、最大3割だった税額控除があったんですけれども、今回拡充がされまして、このピンクの濃いピンクの部分、税額控除最大3割までされましたので、税額軽減額というものが最大約9割になりました。ということは企業負担が1割で済むというような大幅なふるさと納税、企業版ふるさと納税の拡充が行われました。じゃあ具体的な企業のですね、メリットとしては何なのかというと、今ご説明したようにその寄付に対して最大 90% が税控除されますので、例えば、今まで20万円年間20万円の寄付の予算を考えていましたと、そうした場合に一言で言うと、200万円を寄付することが可能になってきます。なぜかというと 90% の180万円の税控除がありますので、予算が10倍取れるというような感覚になるかと思います。ただしですね、寄付できる上限の金額というものは各企業の所得の状況だとか、欠損金の状況によって変わってきますので、顧問税理士の方に、事前に確認をしてくださいと。寄付の取り消しというものはできませんので、ご注意くださいと。そしてメリットもう一つが、企業のイメージアップにつながるということがあります。こちらどこの企業が寄付したかというのが、ホームページに載ったりだとか、あとは佐賀県の場合だと100万円以上の寄付で感謝状が送られてきますので、そういった企業のイメージアップにも寄付を通じてつながっていくというメリットがございます。で、注意点になります。次の注意点というのは、テラルネッサンスの場合は佐賀県以外に本社がある企業のみがこの企業版ふるさと納税の対象になってきますので、ご注意ください。そして先ほどもお伝えしましたけれども、税控除ですので法人税を納めている企業が対象になってきますので、そこもご注意ください。個人事業主は対象外になりますので、個人事業主の方でふるさと納税されたいという場合は通常の個人版のふるさと納税の方をご利用ください。で、そして最低の寄付金額が決まってまして、最低の寄付金額は10万円からになってきます。で、そして次に、申し込みから、寄付の完了まで、だいたい2週間程度の、事務手続き期間というものが、ありますので、寄付をしようと思って、例えば今期の、税控除を受けようと思ったときに、例えば3月31日決算で、じゃあ3月31日やろうと思っても、やっぱり2週間程度かかりますので、今期の税額控除を受けようと思うと、やっぱり決算の、2週間前とか、やっぱり余裕を持った意思決定というものが必要になってきますので、こちら時間がちょっとかかるということを、ご注意いただけたらと思います。で、まとめに、入ります、まとめとしましては、寄付に対して最大 90% の、税控除があります。ですので、今までよりも10倍の予算を、使いやすくなったということになります。そして、あなたの税金の使い道を自ら、決めることができます。これもふるさと納税の、メリットに、なってきます。そして、記者の税金が直接社会貢献とかそういった支援に、つながっていく、そういったことに、なってきます。最後にですね、私の尊敬する市倉定さんという経営コンサルタントの方が、資金運用を考えるときは、その貸借対照表の勘定科目を変えることと見つけたりっていう名言を残していらっしゃるんですけれども、そこを考えて私がですね、ちょっと考えたのが、その経営者の意思っていうものは何なのかっていうと、勘定科目の使い方に要は現れるなと。お金の使い方っていうのは勘定科目の使い方に現れてきますので、要は社会貢献とは勘定科目を変えることと見つけたりということでですね、当然寄付金ということで、寄付をするのもいいと思うんですけれども、ある会社のお会社の聞いた話だと、やっぱりそれは未来費用、未来費であり、そもそも経営理念を実現するため、良い社会を作るためっていう経営理念を実現するための経営理念費なんだと
ということで、そういった勘定科目を使いながら、そういった企業版ふるさと納税をぜひ活用していただけたらなというふうに、思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。伊藤さん、分かりやすく企業版ふるさと納税を説明していただいてありがとうございました。メリットや注意点などなどですね、ポイントを絞っていただいて大変分かりやすく、はい、お聞きしておりました。ありがとうございます。では続きまして、じゃあこうした企業の皆様から、寄付、今経営理念費でしたりとか未来費というふうなお話もありましたけれども、そういった未来に託すお金を私たちがいただきまして、じゃあ佐賀県で、そして佐賀県を通したさらにその先世界を通してどういったことをしていきたいというふうに思っているのかということに関しまして、弊会の鬼丸よりご説明させていただきたいと思います。では鬼丸さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。認定 NPO 法人テランネッサンスの鬼丸です。私の方からは、この企業版佐賀県の企業版ふるさと納税を通じて、じゃあテランネッサンスとしてどんな事業を展開していきたいのか、というところを皆さんにぜひお伝えをしたいというふうに思っています。佐賀発の実践的グローバル人材育成事業というものを、この企業版ふるさと納税を通じて応援をしていただきたい。我々はそう願っています。じゃあ具体的にどんな事業かというと、いわゆるテランネッサンスは、冒頭藤森からも説明がありましたように、カンボジアでの地雷の除去支援や地雷被害者支援、アフリカ、ウガンダをはじめとする3カ国で元子ども兵士や紛争被害者の、社会復帰、自立支援などを行っています。で今回、この佐賀県の、中高生を対象として、テランネッサンスのその取り組みや、例えばその取り組んでいる課題の背景にある社会的な構造とかいうものをしっかり勉強してもらって、何かというと、その勉強してもらった佐賀県の中学生高校生に実際に、例えばウガンダ、そしてカンボジアで、じゃあその社会的な課題を解決するためのプロジェクトを考えてもらう、そして考えてもらうだけじゃなくて、それをテランネッサンスのスタッフがウガンダそしてカンボジアで実践をする。でその実践をして、そのような、紛争や、貧困で苦しんでいる人々をサポートしながら、じゃあ実際にどんな成果が出たのか、もしくはどんな課題があったのかを、またこの佐賀県の中学生、高校生に、フィードバックをして、最終的にどうするかというと、そのグローバルな課題、地球規模の課題に対してしっかり自ら関心を持ち、そして自ら行動するようなグローバル人材を育成したい、そういうプロジェクトを立案をして、それをこの企業版ふるさと納税で応援をしていただくということになりました。これは日本の中でもとても珍しくて、実際に海外のその社会課題を日本の中高生が学び、そして学ぶだけじゃなくて、その解決策を考えて、しかも実際に私たち NGO、この場合テランネッサンスが実行し、その実行した結果をまた彼らにフィードバックして、それを学びの手がかりとしてもらうっていうのは、ほぼ日本でも初めてに近いものだと思っています。でこのようなプログラムを、プロジェクトベーストラーニング問題解決型学習と呼んでいます。でテランネッサンスがなぜこれを取り組みたいかと思ったかというと、要は私たちテランネッサンスは、すべての生命が安心して生活できる社会、世界平和を目指しています。世界平和を実現するためには、もちろん、元子ども兵士、例えば地雷の被害者、紛争等で苦しんだ方々の支援も当然必要です。でも、それと同じぐらい大事なのは、平和を作り出す人々を育んでいくこと、育成していくことなんだと思っています。で今回は、その私たちが願っていた平和の担い手を育むということが、現地と、そして佐賀県の中学校、高校を結んでできるというテランネッサンスにとっても、創設20年以来願ってきたことが実現する、そんなプロジェクトになっています。で、先ほども少しご紹介があったんですけども、これは佐賀県の企業版ふるさと納税活用型、CSO 地域課題解決支援事業の一つとして採択されたものなんです。佐賀県が、全国各地から NPO、いわゆる CSO を誘致をしています。そして今回は佐賀県内の CSO、佐賀県に誘致されて進出した CSO を対象に、この企業版ふるさと納税の枠組みを使って、ぜひ佐賀県、
そして、社会をより良くするための事業をやってくださいよっていう、こう、公募があったんです。で、テランネッサンスはそれに今回採択をされることになって、この事業を、スタートすることができました。そして実際にはこの佐賀県基山町にある、東明館学園と、包括連携協定を結んで、東明館高校の探究コースの2年生にこのプロジェクトをすでに始めています。彼らは、ウガンダ、そしてカンボジアの、課題や課題を生み出すような背景、例えばその文化、例えばその人々の苦しみや悲しみや楽しみ、そういう人々の暮らしまで一生懸命今徹底的に、学んでいます。東明館探究コース2年の広重翔奈です。今回テラルネサンスさんと共同でプロジェクトをさせていただいて、今まで自分が知らなかったウガンダやカンボジアの現状などについて知る機会を得ることができました。これから私たちはこのプロジェクトに本格的に関わっていくのですが、まだ知らない部分とかもたくさん知っていて、自分たちがウガンダやカンボジアの方々にできることについてもたくさん考えていきたいと思っています。よろしくお願いします。こんにちは、東明館探究コースの八木田光と申します。今回は岡島さんとの共同プロジェクトに、参加させていただく運びとなりました。僕は今回このプロジェクトを通して、初めての試みということで、とても僕の知らないこともたくさんあると思うんですけれども、その分とてもワクワクしています。この、プロジェクトで自分の人間性もそうなんですけれども、お互いにテラリネと透明感との両方とも、もっとバックアップして活性化につなげればいいかなというふうに思っております。よろしくお願いします。結局そのどんな、なんていうんですかね、なんか例えばそのご飯が最低限もらえるから子供兵になったとか、もしかしたらあるかもしれないですけど、それがたとえ多分どんな条件だとしても、人を殺したいってそこで本当に思わない限りは、そのなんていうかな、多分その思うことですら多分その環境があるからこそ思っちゃうとか、だから結局はその人たちがそのなりたくて、なりたくてなるっていうことは本当にないなと思ってて、なんかだからそういうところでいくとやっぱりすごいなんていうかな、環境的にもその心理的にもすごいきつい環境、その中からその子供兵にさせられて、で結局はそのなんていうかな、成長して例えば人をずっと殺してしまうような人になってしまったりとかっていうことがあると思ったので、なんか子供兵っていうのはなりたくてなってる人はいないんじゃないかなって。公平は加害者か被害者かっていうのがあって、それに関してはその被害者じゃないかなっていう意見が多くありました。加害者でも加害者の方に結局人とか殺す立場になったりとかしてしまうから、加害者の方に回ってしまうっていうのもあるし、でそう見えるのもそういう状況を作ってるその国とか政府が原因であるから、子ども兵はもともとは悪くはないんじゃないかなっていう。一人でやる個人作業のやつじゃなくて、ちゃんと人と関わりながらそこを仕事ができるような職業がすごい大事だよねっていう話も出ました。そしてこのプロジェクトを応援するためにさまざまな人たちがまた講師としてもしくはアドバイザーとしても関わってくれている、面白い展開がこの、グローバル人材育成事業で始まっている、そんなことから、このプロジェクトがものすごく楽しみな展開だなと私自身も思っています。でこのプロジェクトを実行するためにも、企業版ふるさと納税で多くの企業の方、経営者の方に応援をしていただきたいと思っています。最後に、このプロジェクトが、成果を出してくれば佐賀県内、そしてこれはもしかして全国全世界でこうやって問題解決と取り組みながら、自ら課題を発見し自ら課題に取り組む、そのような人材を育成することができるじゃないかなというふうに、そんな夢も持てるようになりました。ぜひ皆さんと一緒にこのプロジェクト、実現していきたいと思っておりますので、ご支援ご理解のほどご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
おねまるさん、透明感のプロジェクトにつきまして、ご説明いただきましてありがとうございました。こうした取り組みを通してですね、日本の中高生への、教育、グローバル人材の育成、教育だけではなく、それを通してさらに世界をより良くしていく、そんな未来をすごく明るく見られるようなプロジェクトとなっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん、ご参加いただけたら嬉しいなというふうに思っております。では今お二人からですね、企業版ふるさと納税について、そしてこの企業版ふるさと納税を通じたグローバル人材育成プログラムにつきましてご説明させていただきましたけれども、じゃあ実際にこの後ですね、どうやってその申し込みをするのかというところを少しご紹介をさせていただきたいというふうに思います。では認定 NPO 法人テラルネッサンスの企業版ふるさと納税の申し込みの流れをご紹介いたします。こちらの YouTube をご覧になっている皆様におかれましては、概要欄にですね、申し込みフォームが入っております、ホームページの URL 載っておりますので、そちらから入っていただきまして、テラルネッサンスのホームページにありますフォームからお申し込みいただけます。その後、テラルネッサンスからですね、申し込み用紙をご希望の方法でお届けいたします。これはメールか郵送かお選びいただくことができます。の申し込み用紙が届きましたら、そちらに必要事項を記載していただいて、佐賀県庁へご提出ください。その後、佐賀県庁から払い込み用紙が郵送されてお手元に届きます。で、お手元に届きました払い込み用紙でお振り込みをいただきますと、こちらの企業版ふるさと納税の申し込みが完了というふうになります。で伊藤さんから のご注意点としてもありましたけれども、この申し込みから振り込みまで 1,2 週間ほど、2週間見ていただくのがいいかなというふうに思うんですけれども、少しお時間がかかりますので、その点、ご注意いただいてお申し込みいただけたらなというふうに思っております。はい、企業版ふるさと納税の申し込みの流れにつきましては以上となります。皆さん、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。では最後にですね、伊藤さんとお庭の方からですね、この企業版ふるさと納税を通じた支援に関しまして、一言ずついただいて、終わりにしたいというふうに思っております。では、伊藤さんの方からよろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございます。本当にこのプロジェクトを私聞いたときですね、本当に鳥肌が立って、こんなに未来のことのためにやってるプロジェクトすごいなっていうふうに思って、この本当にこういったプロジェクトが進んでいけば、オニマルさんやテラルネッサンスの職員さんみたいな方がどん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 増えていくんじゃないかっていうふうに本当に思いました。やっぱりその平和の担い手を育むということで、それをうまくこのふるさと納税っていう税控除を活用することによって、出した金額の10倍の効果が得られるっていうのはものすごく大きいことだなっていうふうに、感じましたので、私自身企業の経営者としてもそうですけれども、税理士として企業経営者にきちんとその経営理念費だったり未来費っていう勘定科目を作ってですね、力添えをさせていただきたいと思いますので、本当に感動しました。ありがとうございます。伊藤さん、ありがとうございます。もうすごく勇気が湧いてくるお言葉をいただきまして、はい、私も嬉しく思います。では最後、オニマルの方から一言いただきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。早く目的地にたどり着こうと思ったら一人で行けばいいと、で遠くに行こうと思えばみんなで行けばいいというアフリカのことわざなんですけれども、まさに平和の担い手を作っていくというのは、先ほど申し上げた部分で言うと後者に当たるんだと思います。平和への道のりはとても遠いものです。だからこそ平和の担い手を増やしていくことがとても大事だということが1点。もう1つは、グローバルな課題に関心を持つ若者を増やすということは、それが大人になったとき、そのグローバル だけじゃなくて、例えばローカル、地域や地方の問題にもしかすると関心を持つ若者、大人になるかもしれないですよね。距離に関係なく、その問題に自ら、問題を自ら発見し、自ら取り組んでいる人材を育てていくということは、海外だけではなくて、日本や、地域のためにもなるんだというふうに私たちは自負をしております。このプロジェクト、テラルネッサンスにとっても一番新しいプロジェクト、でも一番やりたかったプロジェクトなので、ぜひ皆さんにご支援いただきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さん、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ぜひテラルネッサンスに企業版ふるさと納税で支援をしたい
と思ってくださった企業経営者の皆様は、こちらの YouTube の概要欄にございます、ホームページの URL から飛んでいただいて、ぜひお申し込みいただけると嬉しいです。それでは本日ありがとうございました。伊藤さん、鬼丸さん、ありがとうございました。